か。よし、日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。頭に目の奥を刺されたみたいだ。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけよ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。俺が侍だったら一人で兼ねたの木を奪えたはずだ。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。
境があったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。動くな。石川先生。酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。猛虎が殺す。うん。信号が降ってくる。こやつら酔ったタヌキだ。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。どうした。争った跡が。襲われたか。調べる。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。
敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。手打ち撃せんか。今のは刀らし。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。やつらは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。
ずまずだな。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢筈はわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。
あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島の者です。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長居は無用。行くぞ。殺しておれ。なんと。自由を得るため思いは敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
下げ。さあ